こちらのお時間でフリードリンクございます。はい、大浴場ですが本日ご利用が3時から夜の12時まで、明日の朝5時から10時でございます。隣は温泉だな。あ、さっきのあの釣りボートのところかな。どう？あー、あー、湯だ。あー、湯だ。あー、駅のところの足湯とは大違いだ。え、どっちがいい？メインの英語と牛ロビワ牛のしゃぶしゃぶ。人生で一番の光景だ。ほら、明らかに木。本当だ、ついてる。今、まあ、いらないけど。ロイヤルワッフルクッキーがある、ね、うん、あとは手の湯沸かしと、これは手は湯飲みとコップですね。ここにお茶が入ってる。コーヒーは茶葉も入ってます。茶葉も入ってる。コーヒーはない。こっちは冷蔵庫が入ってますが、うん、中は特に何もないですね。買ってきたのを冷やすようですね。うん、そうだね。これはガラスでガラスコップですね。あとは歯ブラシと、まあ、あとはカミソリとか、うん、これ出してるからこれ便利だわ、うん、ここの中はあの、おお、トイレだけどすごい広い。広い。もともとはユニットバスだったのかなと思うぐらいの広さですね。ねえ、なんかすごい広い。スペースが半端ない。
しゃ、お風呂、お風呂、お昼のお風呂。富士山暑い。ありがとうございます。こちらのメインなんですけれども、ステーキになりまして、こちらのバターをこちらに敷いていただきまして、バターが溶けましたら焼き頃になります。自分でできる、うん、自分でできる。バターはこれだね。そうで、バターが溶けたら、あー見てこれ富士山、うん、本当だ。焼きすぎないように途中で裏返し。ソースどれにしようかな。ケチャップ、ケチャップか。どう？全部うまい。全部うまい。よかった。こちらが秋の前菜に仕上げまして、まず広大の器にございますのが、キッカを浸しときまして、うん、黄色い菊の花と紫のモッテギク、うん、そして山茶だけを入れたお浸しになります。これポテトチップスじゃない？そうだ、そうだ。また、右手がナスのかば焼き寿司で用意しております。はい。だから、なんか、ウニがねってやると、ほんとだ、ウニがねってやる。ほんとだ。いただきます。ウニ美味しい。贅沢。こっち、メインの英語特急ロゲワニューのしゃぶしゃぶになります。人生で一番の光景だ。いましたらそちらでお出しください。はい。Thank you.
Thank you.